第8編カアタキ第1章。藤代康之助は使いに呼ばれて道頓堀にある松平越中守の下屋敷へ行った。それは将軍が小金ヶ原へ発芽する2日前の午後3時頃であった。ことによると遅くなるかもしれない。出かけるとき妻に言った。下屋敷などへ呼ばれるのは初めてであるし、使いの者の様子でふと暇のかかるような気がしたのであるが、用件はごく簡単に済んだ。時間は取らなかったし、用件は簡単だったけれども、そこには何やら忌まわしく割り切れないものがあり、これまで以上に不愉快な思いをさせられた。それというのが、八丁堀の屋敷から用人の吉村隼人が来ていて、彼を迎え奥へ案内して一人の中老の人を引き合わせた。梅田三郎兵衛殿と申される。隼人はそう言った。だが康之助はその人を知っていた。松平家の家老で服部安蔵という西の丸下の本邸でも見かけたし、八丁堀の屋敷でもその姿を見たことがある。もちろん紹介されたことはないが、家老というのでよく覚えていた。どうして偽名を使うのだろう。まず第一にそれが不審だった。次に引き合わせを済ませて吉村隼人が去り、二人だけになると険高な目でこちらを見ていった。お狩り場へはどういう職分で行くのか。口ぶりも押しつけがましかった。また分かりきったことを何のために聞くものかと不愉快でもあった。勘定吟味役としてご老中につきます。その方がつくのだな。出役のうち私が担当を命ぜられましたから、私がつくことになると思います。相手はそうかとも言わず、なお無遠慮にこちらを見守っていたが、やがて大きく3つ咳払いをした。すると襖を開けて三人の見知らぬ若侍が入ってきた。この三人のものをよく覚えておいてくれ。梅田という偽名の人は言った。こちらの端から中川彦三郎、坪内大作、近江一馬という、顔形体つきをよく見て忘れぬように。安之助は三人を見た。坪内は力士のようにたくましく、眉が太く目は小さいが、口と鼻の大きな男だった。中川彦三郎は骨張った体つきで、頬がこけ、色の黒い顔に鋭く目が光っている。近江も似たような風貌であるが、ひげの剃り跡の青いのと両鬢のひどい面ずれが印象に残った。この者たちは、と偽名の人が言った。お狩り場である隠密な役を仰せつけられている。司祭を申すわけにはゆかぬし、およそ推察できるだろうとも思うが、その役を果たすにあたってその方にも分担してもらうことがあるのだ。安之助は黙っていた。相手は続けた。一つはご老中の身辺がよほど手薄になったとき、手を高く上げて三度左右に振って合図をすること。二つにはことの終わらぬうちに馳せつけるものがあったなら近寄せぬように妨げること。この二つだ。まことに失礼ですが。安之助は目を上げて言った。私にはおっしゃることの意味がよくわかりません。一体お狩り場で何事が起こるのですか。相手は目を見張った。そう言われたことが全く意外であるかのように、それから急に刺すような調子で言った。わしの申したことが真実わからないか。こちらを射抜くような目であり、暗示を込めた刺すような調子であった。わからぬはずはない。考えてみろ。どうしてもわからないか。安之助は返事ができなかった。全身が冷たくなるような思いで黙ってわずかに頭を下げた。時間にすれば一時足らずであろう。外へ出るともう黄昏のように暗かった。時刻はまだ4時を回った頃であるが、空が曇っているのでそんなに暗いらしい。鈍色に錆びて
薄ら寒く沈んだその光が安之助の心を一層暗淡とさせた。偽名の人の言う意味は察しがついた。事実なら卑劣で無残なやり方だ。そうでなければよいが、その他に思い当たることはなかった。もし事実なら黙ってはいられない。歩きながら彼はつぶやいた。黙っているのは彼らに加担することだ。卑劣なという点で彼らと同じではないか。俺にはそんなことはできない、断じて。ではどうするか。誰かに訴えて出るか、相良公へ直に告げるか。そうすることができるか。安之助は頭を振った。白樺公を中心とし、木、美、水三家の威勢を土台とする反田沼派の力は強大で、その触手はどこまで伸びているかわからない。現に田沼氏与党といわれる閣僚の中にも密かに通謀している者が少なくなかった。安之助にはそれが今計り知れぬ重さと広がりを持って八方から自分にのしかかるように思われた。思われるばかりでなく、その圧迫感は全く現実的で、我知らずうめきたくなるほどの息苦しさをさえ感じた。彼はうっかり歩いていた。辺りがにぎやかになったのでふと気がつくと、中村座という劇場の前であった。もう終わりに近いのであろう。火を入れた提灯をきらびやかに駆け連ねた明るい茶屋や木戸前は明るいままに人の姿もまばらで、小屋の中から聞こえてくる鳴り物の音が華やかであるだけ余計にわびしく裏悲しいように感じられた。安之助はふと立ち止まった。ちょうど茶屋の前であったが、今そこへ一丁の籠がつき、中から若い武家風の女が降りて茶屋の店先へ入っていった。その子。彼は危うくそう呼びかけようとした。髪形、体つき、顔は見なかったが、後ろ姿はびっくりするほど妻の園子によく似ていた。まさかそんなことが、と安之助は独り言を言った。こんな時刻に一人で来ることはないだろう。その女が茶屋の者たちに迎えられて、いかにも慣れた身ごなしで奥へ行くのを見ながら、安之助は塞がれた重い気分で歩き出した。第二章。水道橋の家へ帰ると妻は留守であった。いつものように義母の育が着替えの手伝いをしながらしきりに弁解めいたことを言った。また小室さんから迎えがありましてね、あんまりたびたびだから訳を聞いたんですよ。そうしたら3月の節句に酒井様で舞の会があるんですって。あなた知っていらっしゃったんですか。ええ、まあ。安之助は曖昧に答えながら手早く帯を締めた。育はさらに続けた。何でも八重さんと連れ舞いをするので、あの方が不器用だから合わせるのに骨が折れるなんて言ってました。お茶はあちらで上がりますか、こちらへ運ばせましょうか。いや、後でいただきましょう。彼は快活そうに言って居間へ入った。日よけの火をかき起こし机に向かって座ると、我知らず深いため息が出た。そしてふとそれがこの頃の癖になっていることに気づいた。あれは園子だったな。安之助はそうつぶやいて目をつむった。今思い直してみると、あの時芝居茶屋へ入っていった女は疑いもなく妻のようであった。籠から降りて袖妻を買い繕いながら慣れた様子で茶屋へ上がっていった姿も、その柔らかい特徴のある身ごなしも園子だということに紛れはないと思えた。小室の娘と一緒か、それとも舞の稽古を済ませてから一人で行ったものか。しかしどちらにしても芝居はもう跳ねる時刻に近かった。ただそれだけなら気にもしなかったであろうが、このところずっと園子の態度が変わって寝屋も共にしないし、彼を見る目つきや言葉などもどことなく冷たいよそよそしいものが感じられた。ことによると
アホ山と会ったのを見られたのかもしれない。安之助はそうも考えた。様子の変わったのがちょうどその後だったからである。そんなことなら案ずるには及ぶまい。間もなく機嫌も治るだろうと思っていた。けれども昔から芸事などは嫌いだと言い、実際その通りだったらしいのが、にわかに琴だとか笛だとか言って手直しの稽古に出かけることが多くなった。旦那様を持ったので何か一つ身につけたくなったのでしょう。いくは取りなすようにそういうのであった。そうかもしれないと思っていたが、義母からそんなふうに言われるのは弁解されるようで気が重いし、また今日のようなことがあってみると、そういつまで黙ってもいられないような気持ちになるのであった。こんなに娘を甘やかして育て、こんなに放任しておく親たちも珍しい。平川町の実家の家風と思い合わせてそうつぶやきながら、彼はまたため息をついた。園子が夕食までに帰らなかったので、安之助は義父と一緒に食事をした。その時義父の劇がいつもののんびりした目で優しく彼の方を見ながら言った。お狩りの友で何か特別のお役がついたそうだね。安之助にはちょっとわからなかった。白川公がそう言っておられたが。ああと彼は目を背けた。そうです、今日その話がありました。白川公がおっしゃるには、どうか今度は首尾よく務めるように、役に立つか立たぬかがこれで決まると言っておられたが、そんな難しいお役なのか。いや、それほどのことでもありません。こうはよほど気にかけておられたようだと劇は頼もしげに言った。この前ご不況のように申された後だから、ここは一つどうか一踏ん張り、私からも頼みたいな。安之助はかろうじて苦笑することができた。直接に命じたのは家老の服部半蔵であるが、そうだとすると越中の神その人も知っているのである。白川公ばかりでなく、今や藩田沼派全部の合議から出た人だということは間違いないことのように思えた。俺の力などで及ぶことじゃない。今へ戻ってから安之助は一人で息苦しそうに頭を振った。人間一人の力でこの大きな時の勢いに反抗することはできない。そんなことをしたところでひとたまりもなく押しつぶされてしまうだろうし、何の役にも立ちはしないだろう。彼は自分が巨大な歯車の中にいるように感じられた。その歯車のすさまじいうなりと回転する速度の動かしがたい圧力が生々と肉体的にさえ感じられるようであった。だが俺にできるだろうか。安之助はまたつぶやいた。それがあの人を殺すことになるとわかっていて、なおその時に手を振って合図をすることができるだろうか。安之助は机に両肘をついてじっと頭を支えた。その子は9時過ぎに帰った。彼女の部屋から駒使いと何か話す声と着替えでもするらしい絹ずれの音が聞こえたが、間もなく襖を開けてこっちへ入ってきた。帯を解き捨てて華やかな下着のあらわに見える生めいた姿であった。これが締まりすぎて解けないの。あなたちょっと解いてちょうだい。甘えた鼻にかかる声で言いながら安之助のそばへ来て小袖の前を開け、下着の紐の結び目を示した。包まれていた体の温度とそそるようにほのかなあの汗の香りとが、そのことにしばらく遠ざかっていた安之助の感応を圧倒した。堺町へは小室の娘と一緒だったのか。結び目を解きながら安之助が聞いた。堺町ですって。芝居へ行ったんだろう。私がですか。茶屋へ入るところを見たよ。こう言うとその子はつと身を引いて一種の表情で夫を見た。好奇的なキラキラする目つきであり、
何かひどく驚がっているような表情でもあった。まあやだと園子はすぐにクスクス笑い出した。何を勘違いをしていらっしゃるのかしら。社会長はもうとっくに見てしまいましたし、あなたもご存知のはずじゃございませんの。それにしては似すぎていたよ。さあ解いてちょうだい。園子は体を押し付けた。お前に似ていたなんていうのが殿方の浮気の始まりなんですって。でもあなたはそんなことなさらないわね。あやすように言いながら立ったまま身をかがめて夫に頬ずりをした。滑らかな熱い頬であった。耳に触れる妻の呼吸と唇の音を聞きながら、その子は嘘を言っていると安之助は思った。はっきりした理由はないが、本能的にそう直感したのであった。